ジュリーは何した？細かすぎる沢田研二ネットワードチェック。このコーナーは最新のネット記事から沢田研二というワードを細かすぎるほどチェックするコーナーでございます。あまりに細かすぎて本人といまいち関係がない場合がありますが、ご了承ください。それでは今回の細かすぎる沢田研二ワードチェック、埼玉スーパーアリーナリベンジ。こちら8月6日アイラドットより、沢田研二がドタキャン騒動に決着、リベンジ公演を発表、かっこ週刊朝日。こちらの記事では、ジュリー沢田研二さんのね、ライブツアーのファイナルに、埼玉スーパーアリーナが決定ということで、今ね、ライブツアー始まっておりますけども、その初日で、アンコール前の MC でね、ファンを喜ばせる発表があった。6月25日、埼玉スーパーアリーナ ER でーというふうにね、こちらの記事でも書いておりますけども、まあ、埼玉スーパーアリーナは2018年ですね、まあ、興行主との、まあ、集客に関する、まあ、契約トラブル等で、まあ、ドタキャンせざるを得なかった、まあ、因縁の場所ということで、今回ね、ファイナルということで、埼玉スーパーアリーナが選ばれておりますけども、まあ、ジュリーのお力でしたらもう間違いなくね、満員御礼に、なると思います。こちらの記事ぜひチェックしてみてください。重版決定。こちら8月1日、映画土を喰らう12ヶ月の公式ツイッターより、水上勤む土を喰う日々、我が精進12ヶ月が重版決定、累計発行部数27万部に到達しました。ということでね、すごいですね。沢田研二さんの映画化帯に注目が集まっていますということでね、まあ増刷が6回目ということで、とにかくそのジュリーの帯を巻いてから、まあ、売れる売れるっていう感じで、この9ヶ月で10年分売れたということなんですけどね、まあ、なかなか本がね今売れない時代と言われておりますけど もうジュリー効果でこのようなね、重版ということになっております。こちらのツイッターの記事ぜひチェックしてみてください。 UFO テレレレンデンデン。こちら7月31日週刊女性プライムより、ピンクレディー増田恵子、キャンディーズや同世代に助けられた80年代アイドルたちとの絶頂期秘話ということで、こちらの記事ではピンクレディーの恵子と増田恵子さんが過去のねレコード大賞などのエピソードを語ってらっしゃいますけども、1977年に、まあ、ウォンテッドでレコード大賞大衆賞を受賞したということで、でその年はですね、まあ、ひょっとしたらレコード大賞を取れるのではないかというような、まあ、噂があったということなんですよね。で実際には、まあ、これジュリーの名前が登場してくるんですけども、勝手に仕上がれで、まあ、ジュリーが受賞したと。で、その記者会見でジュリーがですね、若い2人の女の子が食べる時間も寝る時間もない中でこんなに頑張っているんだから、男の自分が弱音を吐いちゃいけない、頑張らなきゃというふうに、まあ、言ってくださってということで、まあ、ケイさんはですね、ザ・タイガースが大好きだったから憧れの人に優しい言葉をかけてもらって、まあ、非常に嬉しかったというふうにね、語ってらっしゃいますけどね、まあそういうところもジュリーはさすが紳士的なね、気遣いがさすがだなと思うんですけども、こちらの記事ぜひチェックしてみてください。あの頃はガードマン。こちら8月9日朝日新聞デジタルより、ゴングが鳴りそう、和田アキ子と上沼恵美子共演、 NHK で再放送決定ということでね、まあ、前からこの2人がね歩いていたら思わず目を背けたくなるようなね2人でございますけども、なんでもこの2人が共演して番組をされたということで、まあ、そちらの再放送が決まるという、記事になっているんですけども、この中でジュリー沢田研二さんの名前が登場してきます。まずは和田アキ子さんの原点の難波へ行こうみたいな感じになってですね、阪神タイガースファンの飛び込みで知られる道頓堀の近くに歌手の登竜門とされた音楽喫茶難波一番という、まあ、お店があったということ でそこで和田アキ子さんがですね、私は歌いながら10位かっこザ・タイガースの沢田研二のガードマンしててというふうにおっしゃったということなんですけどね、あそうなんですか、ジュリーのそのボディーガードを当時やっていたということなんですけどね、これファンの方も皆さんご存知なんですかね、僕は初耳なんですけどね。まあそれは非常に頼りがいのあるガードマンだったんじゃないでしょうか。こちらの記事、そしてこちらのテレビ番組ね、ぜひチェックしてみてください。ジュリーは何した？細かすぎる沢田研二ネットワードチェックでした。当 YouTube チャンネルでは月曜日から金曜日の夜6時半にジュリー沢田研二さんの最新情報、様々なコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。しぎれもんでした。